まずはお疲れ様でした。お疲れ様でした。ご自身の演技振り返って笑顔も見られましたけれども、改めていかがでしたか？そうですね、復帰戦ということで、一番の目標は楽しんで滑るってことだったので、そうですね、自分のやりたいことはちょっとできなかったのは悔しいんですけど、でもみんなと楽しく滑れたので良かったかなって思ってます。途中でこう膝を気にする、転倒されて膝を気にする場面もありましたが、あの時頭の中にはどんなことを思ってましたか？そうですね、やっぱりちょっと痛めたこともあったのでちょっと気になっていたんですが、やっぱり決勝にも残ったのでそこは滑りたいなと思って、滑れたので、結果的には良かったです。観客もとっても楽しんでましたし、今回初めての日本開催ということで有観客ということで、その辺はどうでしたか？そうですね、自分が予想してたよりも結構観客の皆さんが入っているので、それはすごい自分で良かったなって、すごいみんなもすごい拍手だったりとか、そういう歓声がちょっと聞こえてきたので、すごい楽しんでできました。そうですか。この経験次にどうつなげますか？そうですね、X ゲームズは今までやっぱ何回も出ている大会なので、今後も同じように、自分のやりたいことを全力でやりきれればなって思ってます。最後にカメラに向かって応援しているファンの皆さんに一言お願いします。今回結果は残してはないんですけど、全力で楽しめたら良かったなって思ってます。応援ありがとうございました。ありがとうございました。西村織選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。